にはこれがそのシェアハウスってもともと構造上共有スペースがあるんで関わり合いが、まあ、出るんですけど、それが求めてくる人がそうですね。でただこの坂さんは、関わり合いを持つだけじゃなくて地域にも、浸透していくっていう構造になっているんじゃないかということで、地域コミュニティ関与型シェアハウスっていうふうに定義させてもらっている。この研究のゴール何でやってるかっていうと、2エーカーがにぎわいを取り戻すようになってほしいと思うからやってて、この2エーカーがっていうのは非常に大事で、2エーカーににぎわいを取り戻すように僕や辰巳君がやるんじゃなくて、2エーカーがにぎわいを取り戻すようになるようになってほしいな、なんかできることやるよっていう話ですね。で、地域、あの2エーカーでのいい例として坂さんが成功してそのモデルを各地に、コピーしてくれる、そんなことができたらいいなっていうのが研究の方で、辰巳君の言葉を借りるとそれがニエーカーと坂さんをと伴走することにつながるんじゃないかなと思ってやるんです。僕の調査の中で3人ニエーカーに戻りたいって言ってくれた人がいた。で、皆さんの話を聞いてた時に、もう空き家、そこも空き家だろ、あそこも空き家だろ、あそこ、もうそのうち空き家になるよとかっていうふうに話を聞いたんですよね。そしたら、誰かがそのどうにかしなきゃと思っているうちを、どうにかしてくれる人がいて、助けてほしいと思っている人がきちんと言葉にして助けてくれって言って、そしてそのうちが、きれいになって戻ってきたいっていう人が戻ってきた時に住めるようになってたら、シェアメイトのだけじゃなくて本当に住んでくれる人が増えていくんじゃないかなっていうふうにふと思ったっていう話です。はい、そんなようなことで、まあ、この研究を通して皆さんの協力を得てやってるんですけども、なんとか、皆さんがイメージして希望しているようにニエーカーに意外が取り戻されるようになってほしいなと思ってやっていますということで、サンキューアゲン、ありがとうございます。出した
集まった地域の方に向けて介護予防の、レクリエーションだとか体操、家でもあの できる簡単な筋トレだとか、そういったことをこの場所でやってもいいと思うし、さっき冒頭で話したような自分自身の、例えば介護とか高齢化、自分の年齢が上がることによってこうできていたことができなかったりするっていうこともあると思います。それと同じようなですね、そんな生活の困りを抱えた人たちが、まあ、一度に集まってお茶飲みながら話をするっていう場所もできそうかなっていうのがありますので、ぜひ来月から早速できればと思います。学部としてあの地域活動みたいなことをしていて、その中で特に自分は、ゼミの活動として民泊であったり教育宿泊みたいなやつを、ゼミとしてはやってるんですけど、私個人としてそういう活動よりも今坂上さんがやっておられるゲストハウスとかシェアハウスとかの方に興味を持ってて、で今こう、いろんなあの全国にあるシェアハウスとかゲストハウスとかを、巡ったりして自分の研究 の参考にできればと思ってで、まだ全然坂川さんが本当3カ所目とかなんですけど、これからいろんなとこ行きたいなと思いつつ、こんなになんかその今まあ正直な感想ですけど、地域の人たちが集まる会はなあることはあるんですけど、基本的にこう司会役の人がずっと喋ってるとかっていうのがすごい自分が関わってる地域でも多いなと思うので、こうやって地域の方々が積極的に意見を出してくださったり、各々の活動してる、いろいろ活動されてるっていうこの活動のすごい力っていうのをこの地域に入って、まあ、今3日目なんですけどすごい実感してるので、なんかもっと皆さん個人個人がこういうことやってるんだよとかっていうことをいろいろなんか教えていただけたらまたいいなと思っているので、またはい、いろいろ皆さんお話ししていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。で、まあ、立ち飲み多分座って飲むっていうぐらいのこうスペースがちょっと取れないかなと思うので、立ち飲みぐらいで、これの場合だとあれですよね、今の新規の位置をちょっと前に出すんです。そういうことですよね。だから、もともとその今あるカウンターのところにシンクを置いてあるので、それをちょっと戻させてあげて、それを中に入れてあげてっていう感じだと思います。で、あとはまあこの配管のこと考えると床をちょっとこう上げてあげてやった方が発露と結構お金かかっちゃうんでっていうところ。で、キムティ今ね、はい、今考えてるのは、はい、ここにこういうカウンターを作って、はい、基本的にメインの人がここにいて、ここにも砂漠館みたいなシンク、あ、はいはいはい、天板からシンクがこう、はい、埋め込まれてるシンクが一つあって、はい、ここで最低限の水作業ができる、うん、で振り返るとコンロがある、あ、炒める、はい、でそのサーブする時も基本的に、まあ、一人の場合は取りに来てくださいみたいな感じでもいいのかなとかっていうのを考えて、はい、っていう感じにすると基本的にここで回せる、そうですね、そこで最低限のあれで完結できますのがあって、はい、でまあその場合、橋本さん、その場合水回りってここ、ここに1個置くとするじゃないですか、もう2つ置こうと思ったらどうですかね。まあ、費用はその給湯器の辺から遠ければ遠いほどかかってくる。あ、そうですね。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。山田海人と申します。山田さん、はい、今長野県は三重川駅、はい、そのすぐそばにあります関所亭に来ております。はい、今関所亭ではいろんなこう、説明会があって、今一段落したところでこちらに来ていただきましたけど、本当に駅前なんですね。そうですね、駅に真横にある飲食店だったんですね。そこで、まあ、住民の地域の方とそして山田さんたち、はい、協力し合って何をしようとしてるんでしょうか。この場所で、地域の人たちが交われる場所を、うん、空き家を活用して作ろうということで今プロジェクトを動かしているところですね。
で、まあ、その機能としては飲食店の機能を今メインに考えて作っているところです。まあ、ここはまあ昔からのこう観光地、まあ、宿場町なんですけども、その辺もなんかこう影響してるんでしょうか。何か逆に仁江川は観光地というよりかは昭和の初期に全部お家が燃えちゃった関係で、はいはいはい、観光じゃなくなっちゃったんですね。そうなんだ。そうなので結構暮らしの場になってるんですけど、そうだな、僕たちが仁江川でシェアハウスを運営していて、はい、この、ま、地域の人たちが交われる場所だったり、ま、地域の人たちがなんだろう、もう少しこうよりよく生きられるような場所を、ま、運営していきたいっていうのがあって、ただ坂館はその地域の人たちがなかなか入り込める場所としては少し行きづらい場所ではあったっていうのが課題であって、この関所亭っていう建物の再生に伴って、まあ、その従来から考えていた地域の人たちとの関わりが埋めるんじゃないかなと思っているところですね。うん、なるほど。まあ、坂館って言いますと、先ほど前に前回にちょっとお話いただきましたけど、うん、簡単に言うとどういう施設なんでしょうか。要は共同生活をする、はい、まあ、一軒家をリノベーションしたシェアハウスっていう形ですね。はいはいはい、お家を一棟まるまるリノベーション改修して一緒に暮らしている施設です。僕たちの、ま、施設の機能としては、はい、もちろん住人さんが入居して住むっていうところなんですけど、うん、ま、住人さんだけの場所じゃなくて、うん、ま、地域の中に溶け込めている場所とか、ま、住人さんだけじゃなくてその住人さんが、まあ、本当にいろんな人たちとの関わりが生まれるような場所としての機能が欲しいなっていうところから、まあ、地域の人たちも入り込める場所であったらいいなっていうのが、まあ、メインの考え方ですね。目指すところは何でしょうか。それですね、まあ、仁江川の人たちと、まあ、今までここの場所の動かすプロジェクトが始まる前までは全くほとんど関わりがなかったんですけど、うんうん、今こうしてさっきも見ていただいた報告会ですごい地域の人との関わりが生まれたっていうところが、ね、まあ、これから先そのお店を開けていくことによって持続的に行っていくであろうと、うん、で、まあ、地域の人たちとおそらくこの関所亭を運営してゴールじゃなくて、この先仁江川っていう地域の、まあそこの宿場町の中でいろんな人たちが移住してきたりだったり、うん、いろんなお店や機能が生まれていったりとか、仁江川自体の繁栄にぎやかさっていうのがゴールだったりするんですかね。すごく地域の人たちが前向きに関わってくれていて、こうやってみようよとかっていう、ここの仁江川ならではの地域性でどん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 話が前に進んでいるので、早くお店が開けられるんじゃないかなと期待しているところです。いよいよ始動したわけですけども、山田さんとしてはどんなふうに関わっていこうと思ってるんでしょうか。まあ、僕自身はここのなんて言うんでしょう、運営みたいな形でしょうかね、うん、結構裏方だったりとか、その皆さんそれぞれがここに関わるっていうことの、まあスケジュールを組んだりとか、まあコミュニティとして、仁江川のコミュニティとしてなんか一緒にみんなで盛り上げていこうよみたいな場作りをしていくのかなって感覚がありますね。まあ、シェアハウスがあっての関所亭だったと思うので、坂館がもう3年運営してるから、はいはい、結構その関係で地域の人たちの認知や信頼をすごくもらってたから、うん、一緒にやろうよってなった。あ、坂館が人気だったんだね結構ね。じゃあ、うん、すごくね、何やってもほら、なんか説明にもあったけど何やってんだろうなっていうか、うん、若い者が勝手に住んでるわいない。そう、なんかでも仁江川の人たちってそう思ってないみたいで、住んでくれてる嬉しいみたいな。いいっすね。若い人たちがいてくれてありがたいって思ってくれてるようなので、うん、そこは本当に仁江川の皆さんのおかげでっていう思ってますけど。ってことはなんかそのお祭りとかさ、行事ある時なんかは、うん、こう積極的に参加されたの。そうですね、もう僕お祭りとかにぎやかくするの好きだから、うん、
その何ヶ月前かのね、あの7年に一度の御柱祭とか、うんうんうん、三重川でやったんですけど、もう本当に酒館のみんなで、うん、あの頑張ってくれて、すごく、うん、まあ、地域の人たちと一緒に頑張ってお祭りやりましたね。酒館、正式な名称は何て言うんでしょう。宿場の家酒館です。宿場の家酒館は酒館なんだ。酒館は酒館。ほうほう。どんな思いがこもってるんですか。酒館はもともと坂本屋旅館っていう旅館だったんですよ。あ、そっちね。そう、そこの、まあ、先代の大家さんが、うん、諏訪坂勘介さんっていう人で、その時代には珍しく民間で、3代襲名したお家みたいで、うん、勘介さん、その諏訪坂さんっていうお名前から諏訪坂、うん、勘介さんの間を取って、うん、坂勘さんって地域の人たちから呼ばれてたみたい、うん、なのでそのままあの名前を頂戴して坂勘という名前で運営してるっていう流れですね。そして山田さんの場合はもう一つ、ほら、旅の旅する、うん、古物商、古物商のそれもちょっと簡単に、うん、そっちもまあ近いことをしてるっちゃしてて、実は、うん、その空き家を再生して酒館というのを運営してるんですけど、はいはいはい、まあ、結局片付けをしなきゃ空き家ってかあの解決できないっていうところがあり、うん、そのまあ一つの空き家をその空き家再生ができない理由の一つとして片付けがあって、その、まあ、片付けの部分を古物商として何か力になれるんじゃないかっていうので今取り組んでるところなんですよ。なるほど、うん、あ、だから酒館っていうのは旅館なんだ。そう、酒館は。あ、もともとはね。そうそうそう。それをこう、のリノベーションして、うん、そのシェアハウスみたいにしたわけね。そうです、そうです。あ、だからたくさんの人がその部屋を使って住むことができるんだ、うん、そうです、そうです。あ、そういうことか。そうそう。で、中古住宅つながりで。そうですね、まあ、古民家にそういう形で、そう、空き家を再生するための片付けを古物商として今別の、ね、プロジェクトで動かしてるっていうところですね。で、そのまあ収入っていうのは共同生活だから、 その、まあ、そこも一環として経営にも当たると、うん、そうですね、いうことなんですね、うんうん、だんだん分かってきました。分かってきましたか、はい、そう、ややこしくやってますけどあの次がその第3のプロジェクトが関所亭っていう感じですね、はい、そうですよね。飲食店の社協の方も協働してやるっておっしゃってるんだもんね。うん。それはすごいわ。そうです。でも本当に地域ぐるみで、はい、あのまあ、ここを再生しようっていう話になってるので、うん、本当にパワーのあるプロジェクトだなと思います。人気も出てくるのも分かりますね。うん。これからぜひ楽しみにしてもらえたらと思ってます。ぜひいろんなこう夢があると思いますけど、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい。ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。